味噌のチャンネル焼肉田村。はい、ということで今日は磯野の沖縄ピザを作る時代の友達トモと2人で焼肉食べられてきました。早いな、そのうち早いな。こんな見えてるやつ無視おかしいでしょ。ほとんどが親指の早いですよ。ちょっとやってね、自己で、はい、あっちに。どうも吉本興業親指9太郎と申します。いいえ、ギリでもなくなってるやん。いいえ、親指9太郎と言います。よろしくお願いします。声帯の方がうまい。そうです、僕はもともと整体してギュッてマッサージするんで親指牛太郎っていう名前なんですけど、今日も完全にあの田村健二来れないんで僕が代わりにしました。バカ。田村健の代わりの人っていうのは牛太郎さんになるわけ。はい、僕が全て大阪受けを取るんです。とてつもないランクの下がり方してる。今日もね急遽呼び出して、はい、でもすぐ2人ともすぐ来てくる、ね、でも今日はただただ焼肉田村を楽しむという。そんなに美味しいことない。そうなの、もうただただ美味しいご飯を食べて終わりの動画。全部タムケンがごちそうしてるから。僕結構来てるんで、おすすめのお肉とか。あ、そっか。じゃあちょっと店員さん側というか。まあそうですね、どっちかで僕が。じゃあちょっと思ってるらしい。僕来たら田村さんが絶対全部焼いてくれるんですよ。へえ、ホントそうなの。全部やってくれるの、あの人。優しいです、ね、優しいよ。緊張してます。焦がしたらタムケンくんに。もうおいしい。で編集で何分か。あ、ですか。はい、ことでもプライベートで今日は遊びに行ったんで、ね、それ直ちに撮っていただきます。直ちに挑ないんですけど、言い方これチャンスや思ってかぶってきます。チャンスですよ、これ三園さんの YouTube にバカで芸人が出れるなんてなかなかないですから。まあ確かに。そんなことないんで、三園チャンネルっていうのは、はい、音楽をやりたくてもやれない子たちだったり、うん、仕事がしたいけど仕事がない子だったり、はい、そういう子たちの応援というか協力をしたくて、そういう場にみんなのチャンスやきっかけになれるように、はい、場を提供したりとか作りたくて、はい、YouTube を始めてるんで、なんか別に三園が今から売れたいよとか登録数再生数とかじゃなくて、はい、みんなの宣伝とか告知をしたい。だから今日もタムケンにやろうって言ったら、別に焼肉田村の宣伝なんかしなくていいって言われて。でもうちはいや、どうせ撮るんだったら焼肉田村も広めたいしって言って、今日わざわざビューってして、タムケン別に望んでない。ほらもう焦がしてもいいですね。そうなの。いやでもうち牛さんの頃が久々に見た。プライベートあんまり持っていかなくなったんですか。昔は誕生日会とかのたびにこれかぶってわざわざやってくれたりとかしたけども、今はいや止まるよ。前はなんか、えなんていうかさ、ギュッとさらに、そうって言ってくれてて、会話に牛が入るためにやってくれたのに、もう機能とかも一切ない。いや、やめてください。売れてもないのに飽きてる、やばいです。そして味噌の名前を勝手に使って笑いを勝手に取ってる。そう、一番マッサージして有名人になるやん、味噌のって書いて、で徳井さんとかに味噌のかいっていうのが。徳井さんもありがとうございます。ということで早速頼もう。はい、じゃあもう元取れます。食べます。でもちゃんとしてんだよね、これ。そうですよ、特注です。え、ちょっと見てこれ、あれやん。いやいや、ちょっと話聞いてくれ。おい、じゃあ今日は牛さんのおすすめを注文したいと思います。いつも田村さんがまず聞くのが、どう、胃の感じ分かる、分かって食べたいか、どない。うちはもう35になるんで結構もうきついです。きつい。僕は若めでお願いしたいです。若めで。あ、じゃあ田村さんがいつも頼む、まあまずさっぱり。はい、お伺いいたします。じゃあちょっと、かわいいよな、来たよ。何歳？19歳だよね、もう肌が全然違う。じゃあ厚切りタン、この一押しの厚切りタン、ハラミなんですけど、特上もあるんですけど、普通のハラミの方がね、結構田村さんも僕もお気に入りで。言っていいの？だからそれがそもそもいいと。ハラミのハラミ基準が美味しくて、なので普通の並のハラミを2人前、若い人用のちょっと特上ハラミ、ミスジ、これが多分田村さんが若い人にするのがこのミスジで、うち一品料理頼みたいから。ワクワクキッズプレート。ワクワクキッズプレート。うちこれ大好きやねん、ワクワクキッズプレート。見たことないですよ。え、あ、あれなくなった。昔さ、キムニーノとか。あ、あります、別のページになります。キムニーノとほらチュートリアルの得意さんもあるし、あ、この手羽先もうまいねんな。プロ野球選手一回来て、ここのウインナー全部食べ尽くすほどここの店も美味しい。美味しいです。美味しい。そんなに。知ってる。じゃあ食べてみたい。いいですか。
肉ガーリックペッパーライス。いや、全然違う。めっちゃちゃうんすか。9月1日の車豆乳担々麺。うわ、うまいよね。豆乳担々ラーメン。何それ、冷麺。あ、豆乳担々麺。豆乳担々麺。仕上げビーフンバーガー。正直、めちゃくちゃ美味しいです。美味しくなかったの？本当にあれで。え、食べます。ちゃん、卵か、卵ご飯もばっかり。ご飯もばっかり。肉、正直頼んでる量めっちゃ少ない。え、肉にご飯。ああ、なるほど、はい。でも、もうシェアして。あ、シェア。一旦食べてもらったら普通の冷麺の方が。シェアですけどね。使うよ、あえて。あれ、十分じゃないですか。ソーセージよろしいですか？ソーセージいいの？あ、食べてみたい。はい、食べてみたい。はい。お姉さんこんな可愛いかな、見てる人どんだけ可愛いか。あ、めっちゃ気になる。ちょっと一回ピッて覗いてみる。ほんま可愛くない？笑顔ね。大好きや。うん、笑顔。え、ありがとう。もう桐谷美玲。あ、たくさん言ってた。どん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 視聴者に。じゃあ、もし、じゃあ皆さん会いに来てくださいね、桐谷美玲に。どういう人だよ。はい、顔ですか？顔だけでよ、じゃあ最初。頑張ってみます。バイバイ。じゃあ、お願いします。はい、ドリンク大丈夫？あ、飲んでいいよ。じゃあ生ビール。僕も生ビールで。はい。絶対わかんない。お願いします。はい、失礼します。よかったらお仕事です。ありがとうございます。失礼いたします。キレタリペイが。スタイルもいいですね。後ろ姿だけ。お楽しみください。遅い、本当に。じゃあ、はい。キャプケンの優しさと愛に乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます、トラバさん。ありがとうございます。今度もしお会いすることがあればよろしくお願いします。で、マッドコックの友って言って4人でやった。はい、そうなんですよ。タイの方で。はい、まあタイの前は台湾にいたしね。そうそうそう。えぇ、バカなんで。はい、高い壁を登りたい。はい、昔 RSP っていう、一生一緒に行ってくれやの女の子バージョンで。はい、えぇ、そうそうそう、男とダンサー。そうです。えぇ、特選の厚切りタン塩と特選和牛ハラミです。はい、いいだろ。これが普通のハラミじゃなくて特選の A4。 特選です。はい、はい、そんな厚切りタンで。そうそう、タンで。はい、はい、で、もともと RSP にいました。で、4人ボーダンスボーカルとマットボーカルが誕生しました。はい、今はトモではなくリトルイッサで活動することに。直接イッサ兄さんにもちょっと連絡させていただいて応援するよ言っていただきました。僕すごい無知だ。イッサ兄さんって何ですか？なぜならば沖縄スタースクール後輩でございます。はい、そうなんですか。はい、うちはがっつり沖縄で。はい、そうだね。こっちは大阪校で。はい、ハラミとソーセージ。はい、美味しそう。食べる？一緒に食べたい。ください、この油が。うわ、すごい。はいはい、タンやのにボーってなるね。で、これ大丈夫？もう全然大丈夫。怖い。ぐらい。まずはタン塩。はい、まず一流のタンの食べ方、まずレモンを自分で。え、そうなるの？いや、レモンかじるとまずそこで引かれる。何でも言ってくれへんの？いや、今もう感想、感想だな。うん、うまっ。うまいっすか？ほんまっすか？やっていいですか？僕も絞っちゃったから。テレビカメラなのにいいとこ。そんなやつ、はい、もうキッズスペースあるんですよね。あ、さっき見た、すごいね。これはマジでありがたい。失礼いたします。若くキッズプレートでございます。いいね。これ若くキッズプレートにおもちゃついてくるんですけど。イエーイ。はい、ナイス。食べて早く。はい、うん、
これ普通でこの味なんですか。でこれが特上の、特上の方がなんかほぐれるの早いです、はい、両方つくかも。うまった。これ寝たことないたまちゃーご飯。じゃこれ卵かけご飯、卵かけご飯ね。ビビンバなわけなくない、仕上げって言ってんのに。でサバンナの高橋さん事件な。いや、僕ね、一回、はい、ほんま整体師なんでっていうの、高橋さんに初めて会ったぐらいかなんかの時に、はい、一緒に飲ましてもらってめちゃくちゃ緊張してるんで、お帰りにちょっとマッサージしてやみたいな。おで、わかりましたって高橋さんのホテルの部屋行って、大先輩、大先輩ですよ。で、マッサージしてて、で気づいたら高橋さんにギュギュギュッと見たら、え、うん、起きた。僕マッサージこうして上上がっていくタイミングで高橋さんの顔に寝してたんです僕え、それはお酒飲んでたの。まあ、僕も飲んでたんですけど、で添い寝して高橋さんに小遣い持って、はい、高橋さんに最後帰ってって言われてな、はい、新手の風俗かっつって怒られてそれ面白いですね。いやいや、やっぱ僕めちゃめちゃ汗かきましたよ、ほんまに。そうね。失礼します。じゃあ石焼きビビンバ、石焼きビビンバです。はい、これ、はい、インスタ映えてきました。あ、お願いします。はい、じゃあ、はい、もう一回しかしないですから。いや、もう一回しかしないですよ。うん、何だ、よいしょー、電池返し、電池返しこれ伝えさせて、はい、この感動。あ、これマジで、これさ、めっちゃうまいね。でもな、おすすめはこれじゃないね、はい、焼肉田村のおすすめは、はい、卵かけご飯をおすすめのボタンを押したんです、はい、パン粉その下にあのが黒、なんかチャーご飯。そうですね、それがこの美味しさってことは、はい、じゃあ、本当に反抗されてるやつはこれよりもうまいってこと。めっちゃハードル上がりますね。そうですね。え、うちマジでこれうまいんだけど。あ、どう、ベビンバもうまい。あー、よかった。うん、まあ、美味しくてよかったですよ。あなたはそれ食べ過ぎちゃう。ルスットの取り方やったね今ご覧ください。あのウインナーが丸焦げです。いや、焦げてないよなパンパン、タムケン、ウインナーが焦げ焦げです。いや、焦げてないですね。あ、一番焦げたやつもう抹消してるやん。証拠、証拠に陰滅、陰謀、陰謀、取れてなかったけど、テーブルに何度も落ちたウインナーを今から食べます。いやいや、もうもうちょっと、はい、何回も落ちた。いやいや、もううんまっ。いや、どうやって食べるか分からなくて。お肉を焼いてもらった後はもう結構お好みで混ぜてもらったら笑ってるな。ウインナーで結構したやけどしてる。あ、それだ、これかなり危ないです。マジでこれかなり危ないです。なんでなん、石焼きビビンバってそんな言わんかったやん。あ、すいません。このままこっちも同じく少しこんがりしたお味なので、はい、少し上げてドリンク作っていきます。はい、ありがとうございます。はい、なんかやっぱさ、店員さんがさ、もうアイス悪いとこどう、アイスがちょっとバッて出されるみたいな、親指入れながらバッ。そんな人いないでしょ。バッ、親指、キュー、キューでしょ。出ました。出ました。やっと出た、今日。オープニングから終わりから結構時間経ちましたけど、結構時間経ちました。お肉あります。でもうちらまあ今ね、ハラミで赤身ばっかりで、はい、では火打ちをさせていただきます。おすすめですもんね。おすすめです。はい、すぐ、はい、ちなみに丸ごとニンニクというメニューはありますか。まあないんですけど、ニンニクのホイル焼きっていうのがあって、まあ人え、どれある？あります。あ、じゃあうちホイル焼きください。うん、お願いします。はい、お願いします。ベーベー、冷麺です。冷麺です。違うって。冷麺です。かしこまりました。違うって。一人の悪者だったの。豆乳と普通の冷麺。普通の冷麺、大中小いくらされる。小麺。小だ。いいね、いいね、いいね。あと、さっ
きの卵かけとか。めっちゃ食べますね。いや、普通の卵かけご飯食べてもいいね。あ、じゃあそうする。普通のご飯です、はい、こだわり卵の卵かけご飯めちゃくちゃ美味しいの持ってきます。お願いします。なんだろ、一時期だ。そういうね、一時期かわいいの。まだ顔を公開されてませんもんね。殺到するかもしれない。私も毎朝食べてるので、ここの卵かけご飯。絶対嘘やん。したいけど、かわいい。信じたい。そんだけ毎朝食べてたら太ってるはずやで。中国で私ここいるので、朝からまずあれから始まる。収録で働いてんの？そうなんですよ。のすけ収録で働いてる。働き収録で、ここでニンニクのこういうやつと火打ち軽めで全然いけるわさび。もう炙るぐらい。行ってください。そこ行け。はい、プリップリ、エビ、エビ食べてください。これ、卵にもなんか味がすごい、濃い、濃いというか、なんていうか、しっかりついてるなって感じします。卵に味がついてる、味がいったんじゃないですか。そうなかったんだけど、どうしたの、元気なくなる気がするから9時から仕事しとんねん。僕の中の、お肉食べたってぐらいから様子もう眠くなってきてる。いや、だから二人が呼んだの。うち一人じゃ元気ない。元気ないから、ね、撮影できる。ちょうだいよ、自分一人で完食しようとしてるけど。めっちゃうまいっすよ。さっきの日の仕事ですね。え、本当にうまいですね。何でうまい。違う、だからいっぱい食べ過ぎてやんだ、うちら。いや、でも美味しいでしょ。いや、美味しい美味しい。でも、まあ、食べたことあると思う。食べて、普通です。失礼いたします。トヨさん、丹生麺でございます。来ました。お、いいですか、注文が。はい、抹茶生チョコアイスが一つ。あの、こういうやつじゃないですか。こういうやつなんですけど、これがチョコ味です。あ、じゃあそれ。あと、タムケンアイスのミルクと塩キャラメル。はい、ちょうどいいね、塩がこれくらい。塩ね。いや詰まった。いいですか。うん、詰まったってこと。冷麺が詰まった。いや、じゃあまずくて覚えじゃなくて、冷麺が本当に喉で詰まったのと、あと辛さと酸っぱさが一気に。酸っぱさはないか。じゃあもうデザートいきましょう、はい、みんな。はい、え、意外なかった。俺の足潔癖やねんけど。めっちゃいいや、めっちゃショックなんですけど。じゃあこうしよう。いくらだったか全部で。あ、このなるほど、総合計で25,000。それも言ってない。うっそー。2万ぐらい言ってない。僕は15,000円。そんな安い。もっと安いかもしれない。会計お願いします。よっしゃ。いくらでしょうか。19,077円です。で、15,000円と25,000円だから、はい、田村さんごちそうさまでした。じゃあ今からタクシーでタムケンの豪邸レッツラー